light that you share. You light the sun. Who am I to think how it'd be if you were mine? I've been walking with my shades on for so long. I can't seem to get them back on.吉岡製菓は昭和28年3月に創業した和菓子屋になりまして、創業当時というのはせんべいなどを焼いて卸し売りするような業態で、創業しました。それからですね、団子や金つば、定番の和菓子などを、売って自分のお店もあったんですけども、卸し中心に売っていた和菓子屋になります。最近やりますジュエリーボックスというフルーツ大福、宝石をイメージしたようなフルーツ大福を、やりまして、こちらがヤフーなど、ネットでもちょっと消費がついてですね、主力商品となっております。でフルーツというのは県内産限らず、国内産のフルーツを現地に自ら出向いてですね、フルーツを厳選したものを使用しておりまして、今季節でいうと、5種類ほどの、フルーツ大福があります。フルーツ大福っていうのは基本的に今6個入りの販売になってまして、ギフトとして買っていただけるように提案している商品になります。でこのフルーツ大福の特徴になるんですけども、小麦、卵、乳成分など特定原材料と呼ばれているものを一切使用してないフルーツ大福になりまして、でこのフルーツ大福っていうのがフルーツの状態から製品に仕上がるまで一切手を触れずに積み上げるという特殊の製法で作り上げております。今後なんですけども、キャッチコピーは地元島根から世界へ価値でっていうのを掲げてるんですけども、小さいながらも地元島根からその菓子で世界中に発信をしてですね、お菓子の魅力、和菓子の魅力、この地元島根の魅力っていうのをどんどんと発信できたらいいなと思っています。ぜひお越しください。